汁のためなのに。こんにちは。何？顔、何かついてる？うん、久しぶり。お昼ご飯食べた？じゃあ準備するね。お母さんにご飯作ってあげなさいって言われてるから、こっち今で待ってて。うん、お醤油使う？どうぞ。うん、どうかした？おかわりいる？やっぱり男の人はよく食べるね。もうお腹いっぱい？そう、よかった。お皿後で洗うからついてきて。先に部屋に案内する。昔遊びに来てくれた時に使ってた部屋だけど、
覚えてないよね。ここ、あなたの部屋、覚えてる？昔も使ってたけど。私の部屋も同じ2階だから、何かあったら声をかけて。どうかした？もう大丈夫？じゃあ、私、お皿洗ってくるから。その後は部屋にいると思う。お風呂の使い方は大丈夫だよね。あと、お腹空いたらおやつ。今にお菓子の買い置きがあるから、自由に食べて。それから、とにかく、何かあったら、聞いて。何？うん、よろしく。いじるのダメなのに、声どんどん大きくなってる。指動いちゃう。もっと強く、もっと、聞いてたの？しちゃったね。嫌じゃない。お腹空いてない？ご飯作らないと。